というわけでこんばんは。今夜も毎日おしゃれ可愛い千秋のお時間です。ご覧の動画はなずかさんの千秋動画で合っていますよ。というわけで今回はなずかさんって声ひょっとして作ってますかというコメントをいただきましたので、全編声を作ってお送りいたしたいと思います。ねえ、いや日頃あまり声を作っていないんですが、題名でイケボで実況みたいなことね、毎回いろんな動画に書いていますから、私も少しはイケボを意識してやっていかなきゃなと思うわけですよ。毎回書いてるんですが、あれってね、普通に〇〇のゲーム実況してみたみたいに書いてもですね、もう今時の YouTube を見てるね方っていうのはもう見ないわけですよ。なので何かこうクリックしたくなっちゃうぞみたいなね、枕言葉を何か考えてたんですけれども、何一つ思い浮かばねえっていうね。ねえ、なんか思い切ってアジアナンバーワンのあの人に似てる声の人がやとかね、いろいろ考えたんですけれども、なんかね、引きのあるタイトルないかなと思ってね、特になくてこういうことになりました。なので今回は全力で声を作ってお送り出します。なので今回は全力で声を作ってお送り出したいと思います。ねえ、くどいですか。ねえ、この声でこう、今日も見てくれてありがとう、愛してるって言ったらね、何人かこうチャンネル登録してくれるかもしれないよね。さあ、というわけで今日も見てくれてありがとう、そしてチャンネル登録もしてくれてありがとうね。というわけで今回も見ていただいてありがとうございます。そしてコメントもしていただいてありがとうございます。さらにチャンネル登録もしていただいてありがとうございます。まだチャンネル登録してないって。言うお友達も誘ってチャンネル登録しちゃいなよ。そんな感じですけれども、さあ、今日も私のプロフィールを見てやっていきましょう。なんかまたちょっとそのなずかさんのその声何って言われそうですけれども、私のもう普段の声作っててね、実はこっちが素の声なんだよ、こっちが素の声なんだよ。というわけで、こちらが私のプロフィールになっています。マイコードと名前が載っておりますので、ぜひフレンド登録よろしくお願いいたします。さらに重ねてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画のこの声作るのにこう一生懸命になってね、言い忘れてましたけども、激烈人気 YouTuber、 具体的にはチャンネル登録者さん10万人ぐらいのチャンネルを目指しておりますので、他でもない君の登録を待ってるぞ。いや、なんか見てるだけでいいかなと思ってる君、もう君が登録してくれないと私は困るんだよ。困ってるんだ、頼む登録してくれ、同じやつ何でもしませんから。というわけで、じゃあ今日も、ピースワールドやっていきたいと思います。ねえ、全力で声作るって言ったでしょ、だから全力で声作っていくからね。妖精の国の続きをやっていこうということなんだけど、いや、もうね、四大妖精は全部ね、もう戦った系、まあ、あと妖精の王様ぐらいしか出てこないんじゃない的な。さあ、どんな人が出てくんのかな。あ、もうすぐ森を抜けるよ。もう声作ってるって言えばもう毎回作ってるよね、これでね。あれ、見たことあるぞ。この場所見たことあるぞ。妖精の国運動会でお弁当食べたとこじゃないかな。わあ、大きな湖。水が透き通っててとっても綺麗だね。本当だね。さあ、眺めるのはそれくらいにして、早く先に進もうか。どうしたの？そんなに急いで。あれ？これ、ビビアンさんじゃない？あなたたち誰？湖から人魚が。なんかね、同じくコメントでいただいたんですけれども、声から判断するにイケメンじゃないですか？みたいなね。なずかさん自分で自分のこと大したことないとか言ってるんですけど、声的にイケメンじゃねえですかみたいなね。でもね、大概声がいい人って顔そんなでもないっていうパターンね、あるんですよ。自分のボディのパラメータがこうね、いくつか分かれてるとすると、
ね、この生まれた時に、ね、その最初にどのパラメータを振りますかみたいなね、ね、RPG 的な要素があるとすると、もう自分では決められないんですけども、ね、私の場合の見た目のパーセンテージを削って声に振られてるので、ね、他と比べるとそんなにいい声ではないけれども、私自身のこのパラメータの中では容姿を削って声を上げてるので、容姿は良くないんだねえ。と言いつつね、前にね、女性のお友達っていうかお知り合いにね、私ってけ、真面目に聞きたいんだけど、私の容姿はどのぐらいのレベルだと思うってね、聞いたことあるんですよ。でしたら、なんだろうね、普通かなって言われた。普通だそうです。ん？人間と、ん？ライムのことをじっと見てる。そこにいるのはライム。ねえ、そうでしょ？ヴィヴィアン。やっと来てくれたのね。私ずっと待ってたのよ。ライム知り合いなの？うん。前に来た時にちょっとね。ライムは私の運命の人なの。ちょっと待って、マジかよ。何パートが前の、妖精の国の運動会というイベントがね、選手内であったんですけれども、それをね、プレイした動画をぜひ見ていただきたいんですが、このベニアンさんね、その、お弁当を食べる時間になった時に、このビビアンさんと一緒にお弁当食べたんですよ、運動会ね。それの時に湖に、なんか怪我してた時に助けてくれた人がいて、ずっと待ってんのみたいなこと言ってたんですけども、ライムだったのかよ。次に会う時には結婚しましょうって、そう約束したわよね。え、結婚？なんで結婚が多いな。結婚が多いステージですね。てかめっちゃ雨降ってんだけど。前にここに来た時、ビビアンが怪我をしてるところに合わせて、僕が手当てをしてあげたんだ。それ以来、ずっとこの調子で、いいでしょ。僕はずっとこの国にいられるわけじゃないから、結婚はできないって言ったんだけど、そうだったんだ。旅をしている以上、ずっと一緒にはいられないもんね。ビビアンさんに、ライムに会えてとっても嬉しそう。でもここははっきり伝えた方が。ごめんなさい、ビビアンさん。ライムは私と一緒に大事な旅をしているから、ここに留まることはできないんです。そんな、だって約束したのに。ライム嘘だって言って、ごめんビビアン。嘘つき、ライムの嘘つき。泣いちゃった、どうしたらいいんだろう。ビビアンさん、私と勝負しましょう。ビビアンさんが勝てば、ライムはここに残ります。そんなこと言っていいの？でも、もし私が勝ったら、ライムと旅を続けます。それでいいですか？グス、いいわ。テーマは私が出していいかしら？はい。それじゃあ、人魚の声みたいにまっすぐな純情乙女コーデで勝負よ。いえ、純情乙女コーデか。少女漫画的な白 ×4。 純情って白 ×4 ってことなの？え、なかなかいいんじゃない？なんかこう、パッと見は悪くないよね。しかもフェミニントピュアめっちゃ高くね？もうこれでいけるんじゃない？いける。そう確信した私であった。ビビアンさん、でもビビアンさん、これ逆でよかったよね。逆じゃない、このままでよかったよね。上魚で下人間だったらね、それそれで新しいのかな。いや、なんかシンプルに見えて、意外とこのコーデ全体的に高いね。2万9000だもんね。いや、こう、なんだろうね、ピュアキュートレベルは毎回高いね。いや、でも私みたいにあんまガチャ回しない人は多分似たような感じで高いと思うんですよね。やったぜ。さ、今回何引けっかな。髪型とかないからどれでもいいかな。
ワンピースとチョーカーか。髪型とね、アイメイクが欲しいんですね。負けちゃった。私の愛が何足りなかったの。泣かないでビビアン。きっと他に君を大事にしてくれる人が現れるよ。いや、私はライムがいいの。ライムじゃなきゃ嫌なの。こんなこと言われてみたいっすね。言われたことねえな。言われたことねえな。まあ、この先の人生で言われることがあればいいな。ビビアンさん、私の運命は私のものよ。私が決めるの。ライム、いつかまた会いに来てね。私待ってるから。いつでもこのチャンネルで私に会いに来てくれよ。ビビアン、会えてよかった。チャポン。いや、切ねえな、ビビアン。あれでも妖精王が出てこないね。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、この勢いだとあの人も出てくんじゃない？ゆずぴーさんっぽい人が出てくんじゃない？イエーイ。妖精の国の運動会先にやってっから私逆なんだよね。なんかね、多分、センシルって去年からあるアプリなんですけど、去年から配信されたアプリなんですけども、去年からやってる人は多分先にこっちの妖精の国をやってるはずなんですよ。で、妖精の国の運動会って何回かやってんのかな。私はこの前初めてだったんですけども。で、あ、ビビアン出てきたし、みたいなね、感じだったと思うんですけど、私逆だしね。ねえ、なんかそれはそれで新鮮なのかな。といった感じで、今回はここまでです。ねえ、今回は、声作ってますか？と言われたので、全力で声を作ってみました。いや、作ったんじゃない。こっちが素なんだ。ねえ、めちゃめちゃいい声じゃないですか。ねえ、この声でチャンネル登録お願いしますとか言ったらチャンネル登録してもらえるかな。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。他の動画もぜひ見てみてね。これでもう、明日にはチャンネル登録者さん1000人ぐらいになってるよ。なってればいいね。というわけで、今回はここまでです。ね。また次の動画でお会いできたらいいですね。いやー、センシル次やったらもう、ゆずぴーさんっぽいのが出てくんじゃねえ的な。カーバンクルだったかな、確かね。あと、妖精の国のこう、王様的なのまだ出てきてないよね。人形の国も王女様がいたし、不思議の国も女王がいたし、あれ暗黒の国って誰かいたっけ。暗黒の国はあれか、サンタさんと謎のちびっ子がいたのか。じゃあもしかしてゆずぴーで終わりかな。まあ、そんな感じで次も気になりますが、ねえ、また次の動画で。